はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ということで今回はですね、お教室コンサルタントのですね、矢野さんが求人時で月商35万円売り上げた方法に関してですね、お伝えをしていきたいと思うんですけども、矢野さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。でまずお名前からお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、矢野ことみです。はい、矢野ことみさんですね。はい、はい、ちなみに今はどちらの地域で、ご活動されていらっしゃいますでしょうか。はい、広島県です。なるほどですね。はい、かしこまりました。現在の職業、ご活動内容を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、音楽教室を運営しながら、教室業の方のためのコンサルっていうことをさせていただいてます。あと SNS クリエイターとしても一応活動させていただいてます。お教室コンサルタントと、そして SNS クリエイターと。はい、はい、ということですね。でまあ、実際に SNS をまあ発信して、まあ、実際商品がまあ固まってから、はい、軌道に乗るまでどれぐらいのちょっと最初に期間がかかったのかなと聞いていきたいんですけども。はい、はい、商品を決めるまでというか、はいはい、ま、最初に SNS の集客のやり方っていう方を学んだので、それが5月から、うんうんうん、まあ、今で言うと半年くらいなんですけど。約半年ぐらいです、うんうんうん、商品が固まってからっていうのは本当に今3ヶ月目っていうところです。うん、はい、ちなみに弊社 SYK の、ね、学科にご入学されたきっかけっていうのはどういった、はい、ところで。はい、きっかけは去年からオンラインレッスンを自分がやっていこうっていうのを思っていたので、うんうんうん、やっぱりオンラインで何かするってなったらオンライン上で集客するっていうことが必要だなってすごく思っていて、うんうんうん、でもやっぱりやり方がわからなかったので、うんうん、もうそれがきっかけになりました。もうここはきちっと やりたいなと思って。あ、なるほどですね、うん、じゃあオンライン集客わからないってところでなんか YouTube とかで調べてたら SYK のチャンネルに、はい、多分広告から入ったんだと思うんですけど、最初多分 見た時は一回ふーんって放置しちゃったんですねはい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 、まああるあるですよねそうですね、1回目はする。でしばらくいろいろなものをこう見て回ってたんですけど、はいはいはい、ずっとコンスタントに LINE を送ってくださってたのが SYK さんだったっていう感じで、それでどんどん引き込まれていって、こう心に引っかかって行動を起こしたって感じでした。なるほどですね、かしこまりました。ちなみに今大手帳が来て5、6ヶ月目で、まあ、商品できてからまあちょうど3ヶ月目っていうところなんですけど、はい、実績面的には、売り上げどれぐらいの売り上げ、そして LINE アットにどれぐらいに今集客できてるのかっていうところも、ね、聞いていきたいと思うんですけども、はい、売上としては34万7800円。逆に言うと34万7800円ですね、はい、ちなみに内訳とかも可能であれば教えていただけたりしますでしょうか。はい、29万8千円の口座と、うんうん、49,800 円のもう一つオンラインパックがあるんですけど、うんうん、そちらが、はい、なるほどですね、かしこまりました。ちなみに今 LINE アットの集客率とかってどんな感じですかね。 LINE アットは月30ぐらい平均で入ってきてる感じですかね、うんうんうん、はい、いいですね、月30人 LINE に入ってきてると、うんうんうん、実際にその矢野さん のインスタグラムっていうのはどんな感じですかね。はい、インスタグラムは、うん、教室用に一つとこのコンサル用に一つとってあるんですけど、うんうん、どちらもフォロワー数は2500近いだったと思います。いいですね、はい、はいはいはい、なるほどです。はい、ではですね、次この集客できた秘訣ということについて聞いていきたいなと思うんですけども、はい、はい、実際に今こちらの画面の右側にですね、矢野さんの実際のお教室コンサル用のインスタグラムのアカウントっていうのをちょっと表示させていただいてるんですけども、はい、はい、このアカウントでですね、矢野さんが実際に意識されていることとかってございますかね、運用していく上で。そうですね、うんうん、実際にやっぱり先生方の悩みの声っていうのを聞かせていただいて、うんうん、それにお答えできるようにっていうのをすごく意識しています、うんうんうん、で文字の色とかも統一感が出るようにと思って、うんうん、はい、気をつけてる
ところがありますかね。あ、なるほどですね。まあ、まず一つ目がそのターゲットコールっていうね考え方で、はい、まあ、見込みのお客様にとって、あ、これは私にとって必要な記事であると、まあ、そういうのが分かるようなあのタイトル、これやっぱり意識されているっていうことですね、はい。まあ、例えば、はいはい、まあ、なんか集客、お客様を集めるための集客の3つのポイントとか、あの教室集客、魔法の言葉はこう見つけるとか、はい、いうように、ね、安野さんのターゲットであればお教室業をされている方なので、まあ、そのために、はい、響くようなタイトルを作るっていうことが一つと、あともう一つが、はい、あのタイル状にされていらっしゃいますよね、今。はい、そうですね、はいはいはい。時々やっぱリール機能もうまく使いたいなって思っていて、うんうんうん、そのホーム上の整理がうまくできるようにと思ったら、このタイル上が一番私はやりやすかったので、うんうんうん、はい、この形でさせていただいてます。なるほどですね。じゃあ、まあ、あの、はい、文字だけ投稿とリール投稿を交互に。そうですね、リール投稿だったり写真投稿だったりっていう感じで、はい、これで実際に集客して、まあ、売上につながってるってわけなんですけども、はい、あの、まあ、矢野さんもたまに顔出しはされていらっしゃいますけど、ほとんど投稿って過去のね、はい、あんまりそこまでバンバン顔出しをしてるっていうわけではないじゃないですか、うん、はい、うん、だからこのやり方っていうのは別に顔出ししなくても全然できるっていうことですよね。そうですね、うんうんうん、時々は出すんですけど、うんうん、あまり出さなくてもいいかなと思っていて、うんうんうん、はい、なるほどですね、はい、かしこまりました。ちなみに、ストーリーとかはどれぐらいの頻度で上げていらっしゃいますかね。ストーリーは1日1回は絶対上げるんですけど、うんうん、2つ3つプライベートも少しあの見せていきたいなと思っています、うんうんうん、そうですね。ストーリーは、まあ、あのお役立ち情報もアップするだけじゃなくて、結構その撮影の舞台裏みたいなあの日常の、そう、裏側をね結構出していくっていうのは結構重要だったりする、まあ、日常これから出していくと、はい、はい、いうことですね。で、ちょっと次に、ね、聞いていきたいのが、もう、 うちのスクール学科に入る前と後の変化っていうところで、はい、まあ、今ね、平山さん売上上げていらっしゃるわけなんですけども、あのうちに入る前っていうのは売上面とか集客面ってどんな感じだったんですかね。音楽教室で言うとっていう感じなんですけど。そうですね、音楽教室をやっていた時っていう感じですね、はい、はい、口コミのみっていう感じだったんですね、うんうんうん、で口コミで増えてはいるけど、もうそれはやっぱり他人任せだなっていうふうに思ってたんですね、うんうん、口コミが止まったらもうパタッと止まっちゃうっていうのが悩みだったので、そうですね、でコロナの影響もあってちょっと下火に、うん、なりつつあるのを盛り返したかったっていうのがあります、ね、あ、なるほどですね。いや、はい、口コミだよりだってやっぱ売上とかって安定しなかったりとか、そうですね、あの、いつ入るのかわからないし、うんうん、めちゃめちゃ不安じゃないですか。はい、そうですね、収穫が不安って、うんうん、コロナの時で一番、例えばお教室やってた時にコロナってより一層お問い合わせとかもやっぱり下がってくるわけじゃないですか。はい、うん、その時って一番やばかったんじゃないですか、今までの中で。どうなんですかね。コロナになってからよりはコロナになる直前が本当に下がってしまって、一番春の募集って大きいところだったんですけど、はいはい、そこが止まってしまったので、はいはいはい、かなり不安を感じましたね。あー、なるほどですね、うん、直前にお問い合わせが激減、うん、正直結構焦りましたか。焦りました。早くオンラインを確立しなきゃっていうふうに思ったので、うん、本当に集客が頭から離れなかったですね。ですよね。実際に、まあ、うちの学科に入ってからだとどうですかね。まあ、もちろ ん、 なんか売り上げが上がったっていうところもそうだと思いますし、はい、まあ、あとはその結果気づいたことだったりとか、あとプライベート日常面的な、はい、精神面的な変化とか、うん、はい、実際教室の方もオンライン化ができて、札幌から九州まで全国の方が入ってきてくださってる状態なので、素晴らしい。札幌から九州、うん、はい、そうですね。あ、もうじゃあ全国区になってるところですよね。はい、やっぱりオンラインでやると全国が証券だなっていうのを実感したのと、うんうん、学科に入ってからいかに自分が自己流だったかっていうのを本当に実感しましたね、うんうん、都合のいいようにしかやっぱり受け止めてなかったなっていうのと、はいはい、自分ができることしかやってなかったなっていうのがすごく感じました。なるほどですね、うんうん、やっぱある程度あとプラスアルファで売り上げが立つようになるとどうですかね、なんか精神面的なここ気持ちの余裕はかなり出ました。あ、で気持ちの余裕、優しくなれますね優しくなれると
まあ、なかなかね余裕がないとね、はい、あのちょっと安くなれなかったりとかね、しますけど。そうですね。いいですね。であの最後にちょっとね2点ほど、まずあの最初に僕のことを知ってくれた時って、はい、まあ多分動画見てくれたりとか LINE で見てくれた時だと思うんですけど、はい、その時のぶっちゃけ北野の第一印象ってどんな感じでした？まあ、これ本当毎回聞くんですよ、打ち合わせなしで、はい、あの本当にこれ NG なしであのやってるんで、はい、あの本当お若いなっていうのがまず最初で、はいはい、本当に大丈夫かな、はい、あなんか若いからねはい、思ってました。若いからほんまかとそうですね、本当にあなるほどなるほど、まあね僕もたまに、ね、あの言われることあるんで全然あの、ね、元卒業生の方とかでもね一番最初こう思ってましたみたいな、はい、そうそうそう。でもうちも結構生徒さんってあの、ね、矢野さんは若いですけどもあのでも結構あの40代50代の方とかも結構多いんですよね、うちの学科で。20代の人が本当いないんですよ、うちの、ねうね、マスターマインドとか、うん、あのね、あ、そうね、うちの SNS マーケティング学科とかもそうだし、確かに、うん、そうですね、おっしゃる通りですね。そうなんですよね。だからなんか僕あの、まあ、年齢暴露しちゃって今25なんですけど、僕が若いからなんか若い人集まってくるかって言って全然そうじゃなくて、うん、そうですね、実際入ったら、はい、同じ世代というか、うんうんうん、の方とかいろんな業種の方いらっしゃったので、あの、うん、いろんな情報が得られて本当に勉強になりましたね。で実際入ってみたら北野さんのそのトークの素晴らしさにどんどん引き込まれてあ、そうだったんですね。はい、もうこの人を信じてついていこうっていうふうになりました。そう言っていただけたらありがとうございます。そうですね、最後にですね、あの当時あの、まあ、SYK の学科にと出会う前の昔の自分に対して今の自分が何か一言言葉を投げかけてあげるとしたら、どんな言葉を投げかけてあげたいですか？自己投資は本当に経験知識にするべきだよと、そして思い切って行動しないと本当に何も始まらないよって言いたいですね。自己投資は経験知識にするべきと、うんうん、はい、行動しないと何も変わらないと、はい、いや本当これそうですよね。なんかよくね知識投資って言ったりもしますけども、一回お金を払って身につけた知識財産って別に誰にも盗まれないね、あのものなので。そうですね、うん、逆にそれさえあれば何回でもそのお金をね生み出していくこともできるし、であとね行動しないと変わらないって、これ本当にそうですよねはい、まあ、そう、私結構お尻が重たい方だったので。あ、そうなんですね、はいはいはい、なんか自分では積極的に動いてるつもりでも、うん、そうじゃなかったなってすごい思いますね。うんうんうん、やっぱ行動しないと何も変わらないと、はい、うん、もう宝くじもそうですよね。あの宝くじに当たりたいんだったらまず宝くじを買いに行かないと絶対当たらないよみたいな、はい、まあ、話ですけども、はい、もうそのまんまでしたね、うんうんうん、なるほど。まあ、ぜひねこの動画を見ていてる皆さんも、まあ、何かね少しでもあの引っかかるポイントとか気づきがあればね、まあ、少しでも何かしらの、まあ、行動とか、まあ、何か、まあ、動画を見て学んでみるでもいいんですけども、ぜひ行動をね起こしていただきたいなというふうに思います。はい、で最後にですね、今回あの矢野さんもですね、あの LINE アットをされてまして、まあ、配信のねあの内容がすごいあの上手ですので、こちら概要欄にもね一応矢野さんのリンク貼っておくんですけども、概要欄から LINE でね登録していただくと、今だけ SNS 初心者でも毎月30人以上見込みの生徒を集め続けるための SNS 活用マニュアルというのをねプレゼント、させていただいて、まあ、矢野さんからねプレゼントをもらえるということですので、はい、ぜひこちらもチェックしてみていただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、矢野さん本日は、お時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。失礼します。